ブライアン・デオン・バートンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手、ウト右ミギ現在はアトランティックリーグのシュガーランドスキーターズに所属している。高校時代地元のウェストチェスター高等学校に通う。1997年に打率407でチームの MVP となった。2000年にはカンファレンスで優勝し MVP にもなった。 同年の MLB ドラフトでロサンゼルスドジャースから38巡目で指名されるも契約せずロヨラメリーマウント大学へ進学した。大学時代大学1年目の2001年は不審にあええだ。同年にマイアミ大学へ編入した。2002年はプレーすることはなかった。2003年に復帰した。この年は打率330.7本類が54打点を 記録した。この年のカレッジワールドシリーズにも出場した。2004年は57試合に出場し、トップタイの打率371を記録した。ドラフト指名されることはなく、2004年8月13日にクリーブランドインディアンスと契約を結んだ。2005年にプロデビューした。この年は参加の A 級レイクカウンティキャプテンズで開幕を迎えた。ここでは、 35試合に出場し、打率414.4本類が32打点を記録した。その後、A 級キンストンインディアンスへ昇格した。ここでは63試合に出場し、打率274.3本類が32打点を記録した。2006年は A 級キンストンで開幕を迎えた。ここでは82試合に出場し、打率 308.13本類が57打点を記録した。その後、AA 級アクロン・エアロズへ昇格した。ここでは42試合に出場し、打率351.6本類が26打点を記録した。2007年は AA 級アクロンで開幕を迎えた。ここでは106試合に出場で打率314.9本類が 59打点を記録し、イースタンリーグのオールスターゲームに選出された。その後、トリプル A 級バッファロー・バイソンズに昇格した。ここでは25試合の出場で打率264.1本塁が7打点を記録した。9月には膝の手術を受けた。オフに40人枠に登録されなかったために、 ルール5ドラフトで獲得検証する球団が現れた。2007年のルール5ドラフトでセントルイスカージナルスに指名されて移籍した。2008年はメジャーの開幕ロースターに登録されてメジャーで開幕を迎えた。4月1日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューを果たした。5月27日のヒューストンアストロズ戦でショーンチャコーンからメジャー初本塁打を記録した。 この年は参加のトリプル A 級メンフィスレッドバーズでは19試合に出場し、打率260.3本塁打、11打点を記録した。メジャーでは82試合に出場し、打率286を記録した。2009年は開幕をトリプル A 級メンフィスで迎えた。ここでは10試合に出場し、打率107.0本塁打。 一打点を記録した。2009年4月20日に、ブレインボイアートのトレードでアトランタブレーブスへ移籍した。参加のトリプル A 級、グーインネットブレーブスへ配属された。ここでは114試合に出場し、打率266.7本塁が46打点を記録した。メジャーでは1試合の出場だった。2009年12月18日に、 ドジャースとマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングには招待選手として出場した。2010年3月31日にスプリングトレーニングで成績不振だったため解雇された。その後、アトランティックリーグのニューアークベアーズと契約を結んだ。ここでは77試合に出場し、打率375.16本塁が65打点を記録した。 その後、対談した。2010年シーズン途中に、同リーグのブリッジポートブルーフィッシュへ移籍した。ここでは、25試合に出場し、打率、264.3本塁打、7打点を記録した。2011年は、シンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。参加、トリプル a のルイビル・バッツで19試合に出場し、打率、178.1本塁打。 七打点を記録した。その後、対談した。二千十一年シーズン途中にアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約を結んだ。ここでは八十七試合に出場し、打率三百四点一二本塁打四十二打点を記録した。二千十二年はメキシカンリーグのカンペチェパイレーツと契約を結んだ。ここでは23試合に出場し、 ダリズ、247,1本塁打、17打点を記録した。その後、対談した。2012年シーズン途中に前年在籍していた、アトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約を結んだ。ここでは、130試合に出場し、ダリズ、304,8本塁打、60打点を記録した。年は、試合に出場し、 打率262、四本塁打、打点37を記録した。2014年は30試合に出場し、打率131、二本塁打、7打点を記録した。2014年6月2日に、同リーグのシュガーランドスキーターズへ移籍した。移籍後は68試合に出場し、打率294、本塁打に、打点37を記録した。 ありがとうございます。